よし、やるか。どうやらフェスが始まってるらしいんでね。今日の朝の9時からでしたっけ。ただいまの時間は夜の11時。俺のフェスはここからやで。僕はもちろん草陣営ですよ。よろしくお願いします。なんで草なんですか？草選んだら草ってコメントがいっぱいつくじゃないですか。じゃあ傍から見たら俺がおもろい人間みたいに映るじゃないですか。だからです。草過激派の人ですか？はい、僕草過激派の人です。草選んだやつ以外弁当にバラン入れんなよ。草の何がいいって色が緑だから目にいいんですよね。ゲームしても目が悪くならない。はい、草いいね。まだ動画にしてないけど俺ボールドマーカー最強人間やから、ちょっとボールドマーカー使っていい？ ST 以外につけれんねや。知らんかった。ほ100倍マッチ？俺初めて100倍マッチ。一発目から初めて100倍マッチなんですけど。前回俺何回やっても100倍マッチ出やんかったのに。一発目でガチ？えぐわー！絶対勝つわ。マジでちょけへんで。絶対勝つわ。もう塗り残し一切ない。俺今だけ A 型になる。100倍マッチとかマジで初めて。嬉しい。最高。すいません、すいません。オーケー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 。生意気な水タイプはしばけばええねん。こっちの方が抜群や、タイプ的に。でもめっちゃ出たるわ。あ、これ生きった。あー、ここ塗り残しある。これで負ける、絶対。でもこんなとこ塗っててもマジで意味ないから、前線前線。キル取って前線。どんだけこっち塗れるかやから、マジで。絶対そう。だからキル取る。くっさ！だって俺負ける気すらー。負けたくないです、僕。全然大丈夫、全然大丈夫。まだまだ。まだまだいける。ああ、これ負けたらもうやめるわ、俺。もう最悪なとこ塗られてる。そこ塗られたら終わりや。マジで頼む。やばい先輩や。やばい逃げろ先輩になってしまう。いいぞいいぞいいぞ、塗れ塗れ塗れ。こっち全部塗ったら俺。任せろ味方。全部塗っといたるから。絶対死なへん。キルも取らへん。ほら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 、キル取るキル取る。よっしゃラッキー。勝ったんちゃう？勝ったやろこれ。これ 100% 勝った 100% 勝った 100% 勝った。こんなにやらしてる、こんなに塗ってる。 100% 勝った 100% 勝った 100% 勝った。よっしゃー。あー100倍マッチ勝つの気持ちいい。ぐー。おもんないかこのゲーム。おいもうフェスやめようやな。ああもう多分一生後やん、俺100倍マッチ。初めての100倍マッチ。もうなんか気持ちが追いつかへん、フェスに。全部さ、何をしてもフラッシュバックする、さっきの記憶が。良ければ、俺のストレス発散になってくれない？あ、ストレス。もう楽しめんな。もう楽しめなくなっちゃった。俺を裏切ったスプラトゥーン、俺は許さないよ。純真無垢な俺を返してよ。舐めやがってこいつら。ああ、圧勝圧勝。これさっきの100倍マッチでこれやってくれたらよかったのにって一生言う。こっから先そうあれ俺今日下手じゃない？メンタル病んでるわ。俺メンタル弱いねんな。隠してたけど。嘘。気持ちいい。最高。1キルごとにメンタル回復していくわこのゲーム。はいよーし。オッケーオッケー。味方優秀。これがさっきの試合でできてたら。やめてくれ草の人たちにもう顔向けできないよ。100倍マッチをものにできない。大事なシーンで活躍できないダメな大人なんです僕は。配信見る人多くね。おい草だけ抜けてくれ配信。炎と水もっと見て配信。なんなら友達もいるさ。炎と水パーティーはもっと俺の配信見てよ。草です見てます。草です。草が多いな赤色チカチカせえへん。やから草選んだんですよ。あなたたちが健康的に配信を見れるように。配信見てて嫌な思いをしないように。当然じゃないですか。配信者基本的に草選んでると思います。あなたたちのためを思ってね。配信者っていうのは優しい生き物なんですよ。優しいやつが草を選ぶんですよね結局。あカオルカオルカオル。ちょっと待て。どこ行った？逃したやんけくそー。としてたのにじゃないで。俺が殺されかけてんねんから。おらカニタンクどっちが強いか勝負しろやそんな正面突破してくるカニタンクおる？全員で勝たなあかんねん。全員で勝とう。まだカニちゃんがおる。助けて誰か。食べてカニが迫ってきていますここまで配信始まって何分だった？ 45 分だった。そろそろちょけんのをやめるか。カニになる前に潰す。いけいけ、ほらいったれいったれ、いいぞいいぞ、いけいけ、ナイス、勝ち、いいね。永住君の通知で来てますでしょ。はい、10倍マッチ来ました。これ買って100倍マッチにつなげて、ゆくゆくは333倍マッチに行こうと思います。キルは取らんけどね。俺どこ、もうやばい、20秒で死ぬのは先般かもしれないと思ったけど、味方が強いから全然勝てそう。オッケーオッケー、全然勝てるじゃん私。うわぁ、17620。今まで俺がしてたの何やったの。塵も積もればよくなる。そんなことないです。なんかクイックボールもらった。100倍333倍に当たりやすくなりますよ。ですよね。ちょっとオープン行こうや。でなんかオープンで偶然3人でやってるパーティーのとこに入り込んで、そいつらがいっぱい多分100倍マッチになるかもしれないクイックボールを貯めてるんで、それにあやかろうでな。そうしよう。クイボいっぱい集めてるパーティー来いよ。おい、俺もう馬車馬のごとく働くで。すえー、このパーティー、おえ最高。パーティーに来てしまったようだね。俺はもちろん俺を筆頭にな、俺を筆頭に強いねんで。何を勘違いしてるか。強くね。こんなにワイプアウトを見ることないねんけど、フェスで。いいパーティーに巡り合っちまったよ。もう一回行こうや俺たち。最高のパーティーだと思うんだ。3人やったらちょっとあれや足らんかったやろ、ワンピース。もう一つのピース足らんかったやろ。俺がそのピースになってあげるからさ。ナイス。よし、俺帰省先見つけたわ。さあ甘い汁吸いまくるか。オッケーオッケー。じゃあもう一回行こう。ここのパーティー汁うまいっす。うめえ、無限にここ。おら俺来い。うめえやっぱここやわ。どう、一席置いといてくれて。俺ここに住むから。やっぱおめえらとじゃねえとな、フェスは。やっと俺生か見つけた。生だ。最強の味方を見つけた。俺は強いぞガチ。こっからや。ワイプアウト最高の味方です。ありがとうございます。俺はこいつらに巡り合うために今までスプラトゥーンをしてたんだと思えるほどの。任してください、僕が塗っときますよここ。今頃お味方が塗り残し塗ってくれてる。ナイスって多分言ってるわ、ボイチャで。もうやっぱ俺もそう思うで。ナイスな存在やろ。次のマッチも一緒に行こうやな。もちろんすごい。スケジュール更新頼む。もう一度もう一度俺を仲間と呼んでくれますか。間に合え。なんかのバグで、なんかのバグでもう一回入れてくれ。はい食い棒俺の帰省先。5回も引けちゃう。どっちよっかな。インドアな冒険家。そんな矛盾、ザ矛盾一番矛盾してんちゃう。